今皆さんはどのような食感を感じているでしょうかパソコンの前に座りキーボードの表面のザラザラ感スマートフォンのステンレスの硬くてひんやりした感じなど物体の質感を感じているのではないでしょうかさらに意識を向けると肩や背中に服の感触足の裏から床の存在が感じられるのではないでしょうか今回は 皮膚感覚をはじめとする感覚がどのような仕組みで感じられるのかそのメカニズムについてお話していきます触覚は皮膚感覚における圧や形状の感覚の一つです触覚があることによって 皮膚に何かが接触していることを知ることができたり何かが体に接触している時のどの程度の強さのものなのか反応したり地面を感じたり外気を感じることで空間を定位したり触った印象から対象の形態や表面の状態の特性湿っているのか硬いのかネバネバしているのかスベスベしているのかなどを知ることができます。 触覚がない状態とはどのようなものか想像してみましょう。視覚は目を閉じれば聴覚は耳を塞げば感覚が機能しない場合を体験できますが触覚は一時的に閉じることができないためなかなか想像がつかないかと思います。オリバー・サックスの妻を帽子と間違えた男という名著には体のないクリスティーナという。 神経炎のために触覚を含む体の感覚を失ってしまった女性を紹介した説があります。クリスチーナさんは、触覚がなくなっても、目も見えて、耳も聞こえるため、一見すると何も問題なさそうなのですが、固有感覚が失われているため、体の動きや位置が分かりません。そののため表情や声の調子 姿勢などを意識して作らなければならず、大げさになってしまいます。皮膚からの感覚は多少残っていたそうで、オープンカーに乗って風を浴びると、自分に顔や腕や体があると気がして気分が良いと説明したそうです。また、私の体ときたら、目や耳がダメになったようなものよ。自分の体に気づくことができないんですもの、や体の真ん中にある何かが、 そっくり抜き取られてしまったみたいなのですなどと自分の状態を表現しています触覚が失われることで自分と世界をつなぎとめるものがなくなってしまったかのようなのです触覚を失うことは特殊なことではありません脳卒中が頭頂用の体制感覚屋で起こると触覚が失われてしまいます脳卒中は脳の両半球で起こることは稀で 多くの場合、体の半分だけに症状が現れます。片側とはいえ、患者の方はひどい困難を覚えます。非常にライトな例としては、長時間正座をしていると足がしびれてしまいます。動かそうとしても力をコントロールできなかったり、触っても触られる感覚が薄く、自分の足ではないような感覚を覚えます。 一時的に触覚が低下しているためにこのような感覚が生じるのです。17世紀に哲学的な論争を呼んだ問題で、モリヌークス問題というものがあります。生まれつきの盲人が成長する中で、同じ金属でほぼ同じ大きさの立方体と球体を触覚で区別することを学び、 触った時どちらが立方体または球体であるかを言えるようになったとする。そして今、この盲人が見えるようになったとする。盲人が見えるようになった今、テーブルに置かれた立方体と球を、それに触る前に四角で区別し、どちらが球体でどちらが立方体なのかを言えるか、という問いです。ごく単純化して言えば、生まれつき目の見えない人がいて、 もしも成人してから手術で目が見えるようになったとしたらそれまで触ることによって分かっていたものを目で見ただけで認識できるようになるかという問題です皆さんはどう思いますか動画をストップして考えてみてくださいこの問いには実際に開眼手術を行うことが技術的に可能になったことによって答えが出ました答えは「認識できない」です 突然、目が見えるようになってもただ光にあふれた光景が広がるだけで物の形や距離感を捉えることはできないのです。手術後しばらく時間がたっても立体を観察しながら上の面がひし形みたいになっていて分かりにくいと言ったり猫の前足やしっぽ耳が見えても全体を見て猫だと判断できなかったりするようです。これは、 触ったものと見たものの情報が統合されていないからです。他の五感と比べて、触覚だけが持つ特徴がいくつかあります。その一つは感覚を得る部分が、目や耳と違って全身に分散しているという点です。皮膚は面積1.6から1.8平方メートル。 1> 大体畳1畳分重さは約 3kg です人体で最大の臓器である表皮が全身を覆って触覚を感じるための窓口となっています人が体全体から受けている感覚には皮膚感覚の他にも2つあります1つは胃が痛い、 お腹が空いたなどといった内臓の状態を感じ取る内臓感覚です。もう一つは、筋肉、腱、関節の位置や運動、緊張や抵抗などを感じる自己需要感覚、固有感覚というものです。固有感覚は皮膚感覚とは相互に関係し合っているので、私たちは普段、この二つをあまり区別せずに、一つの感覚として体験しています。 そのためこの2つを合わせて体性感覚という名前で呼ぶこともあります皮膚感覚には温霊の感覚痛みの感覚もあります視覚は光を聴覚は音を感じ取るものですが触覚は何を感じているのでしょうか簡単に言えば皮膚の変形です より正確には皮膚に入り込んだ末梢神経の先端にある触覚センサーが圧力や振動によって細胞が変形したことを感じ取っています体の中の触覚センサーは機能に応じていくつかの種類に分かれています一番原始的な触覚センサーは自由神経終末といって感覚神経がそのまま枝分かれして皮膚内に入り込んでいるものです 痛みや温度かゆみを感知しているのも自由神経終末ですが触れられたことによる圧力にも反応します特に細い感覚神経である C 繊維は熱にも圧力にも化学物質にも反応するのでポリモーダル受容器と言われていますこの神経は痛みや冷たささらに心地よさを担っていると考えられ毛の生えている皮膚を柔らかいブラシでゆっくり撫でると C 繊維が応答することが知られています。もっと言いながら机を強く叩きすぎると、痛覚の受容器、皮膚組織に広がる自由神経終末が興奮します。鋭い痛みは有水の A デルタ繊維、鈍痛は無髄の C 繊維が伝えると考えられています。これら触覚 痛覚のセンサのおかげで私たちは怪我をしない適切な強さで机を叩くことができるのですこの自由神経終末には毛根に巻きついているタイプのものもあります手は手このような働きをしていて毛先に何かが触れただけで毛根部の神経はかなり敏感にそれを察知します全身がほぼ毛で覆われているネズミの毛根では 2種類の自由神経終末と1種類の太い感覚神経が入り込んでいて毛のわずかな動きを素早く察知できるようになっています。次により高度な触覚センサーとして太く伝達速度の速い融髄繊維 AαAβ で中枢に伝えられていてその神経の先端に機械受容器と呼ばれる構造体がくっついているものがあります。 これままでに4種類が見つかっています。それぞれメーケル細胞マイスナー正体パチニ正体ルフィーニ終末といいます変化に強く応答するセンサーです主に担当している振動の細かさつまり周波数が異なります。 例えば形の凸凹や表面のエッジ優しく押された圧覚を感じるのはメルケル細胞が担当していますパタパタと感じるくらいの速さの振動やツツッとした滑りにはマイスナー正体が応答しますこの2つは特に種子に高い密度で分布しています皮膚の奥の方にあるパチニ正体はもっと細かい振動 例えばサンドペーパーのザラザラやすすきの穂のチリチリしたような感じに敏感に反応します。最後の「ルフィーニ終末」は皮膚の伸びに応答すると言われていますがその解剖学やどうやって触覚刺激を神経に伝えているのかのメカニズムについてはあまりよく分かっていません。原始的な感覚神経である自由神経終末では触れられたこと自体は分かっていても。 触れたものがどんな形をしかしこれら4種類の特別な触覚センサーでは対象の特徴を抽出することができるのでこれらは進化史上後の時代になって現れたと考えられていますもしも触覚がなくなってしまったらどうなるのか。 というのを体のないクリスチーナお礼に話しましたがこれを部分的に体験できるのが局所麻酔です虫歯の治療や体の手術などである部分を局所的に麻酔するとその部分の感覚がなくなり何かがあるなという感じにしか思えなくなります麻酔をするとなぜ感覚がなくなるのでしょうか麻酔は 感覚センサーからの信号を伝えている感覚神経に作用して情報の伝達をブロックします細胞は袋のような形をしていますその袋の表面にはイオンチャネルと呼ばれる穴がたくさん開いていますこの穴は普段は閉じられていますが状況に応じて開きます例えばメルケル細胞の場合 何かが接触して細胞の形が変化すると穴が開くようになっている機械受容チャンネルというイオンチャネルが存在しています。イオンチャネルが開くとこの穴からイオンが流出入するので袋の内外で電位の変化が起こります。これらによって普段はマイナスの電位を帯びている細胞内が一時的にプラスに帯電します。これを細胞の興奮と言います。 この興奮がメルケル細胞で起こるとその情報を受け取った感覚神経が皮膚から脊髄まで触れられたという情報を伝達します人の手を例にすると手にはおののの先が10ほどの触覚センサーに分かれた感覚神経が2万弱ほどありますこの感覚神経は一つ一つが1メートルもの長さを持つ神経細胞で脊髄へとつながっています そして脊髄で情報が受け取られると今度は脊髄神経を介して脳の中継地点である視床を経由してほぼ1対1対応で脳の体制感覚屋というところへつながります。体制感覚屋では全身から届いた情報がつま先から胴体手顔下まできれいに並んでいるボディマップとも呼ばれています。 このボディマップを人体のように展開するとホムンクルスという小人のような形になります。触覚センサーから多数の神経を通じて体制感覚やにつながっている様子を簡単に例えると家中の電球が何本もの電線を伝って一箇所の配電盤につながっているようなものです。イオンチャネル云んの仕組みは他の感覚でも同じです。麻酔薬は。 細胞の表面に点在しているイオンチャネルを塞ぐ性質を持った化学物質でできています。イオンチャネルが塞がってしまうと神経細胞は興奮しなくなり、触覚も痛みも脳に伝わらなくなります。そのため感覚が失われるというわけです。ちなみに、フグの毒のテトロドトキシンも同じようにイオンチャネルを塞いでしまうため、食べた人は20分から4時間程度で麻痺が広がり、 唇や舌、指先のしびれ、言語障害、運動失調、知覚麻痺が進行し、呼吸麻痺を起こして死亡します。フグを食べるなら適切な処置ができるフグ調理師免許を持った方にさばいてもらいましょう。麻痺の状態になると、何も感じなくなります。この状態で卵をつかむとどうなるでしょうかついつい強く握ってしまいつぶしてしまうそうです。 適切な力で素早くものを持ったり機能な操作をするためには視覚による調節だけでは不十分です微妙な皮膚感覚による触覚のフィードバックが大事なのです信号が脊髄などを経て到達する脳の領域は皮膚との大まかな対応関係を持っています それを表す絵が体の神経外科医だったワイルダー・ペンフィールドラによる脳内の小人です。小人を意味するホムンクルスとも呼ばれます。顔や手のひらが実際の人体の比率より大きく描かれていますが、これらが特に広い領域を体制感覚やで占めていることを意味します。ペンフィールドラは脳の病気である転換の患者たちを手術する一環で、 回答して覚醒状態にある人の中心肛開皮質、一時体性感覚やなどを電気刺激したときにどんな感覚が体験されるかといった反応を調べました。ペンフィールドが見た患者らは、脳を刺激されたとき、痺れた感じやチクチクする感じなどを体験したそうです。 触覚という言葉には皮膚の表面で生じるという意味が含まれますが身体像という言葉にはそもそも視覚的な像という言葉が含まれており身体各部の空間的な広がりや位置関係を含む心臓を指します。計算論的には皮膚の上に貼られた二次元的な皮膚座標形と皮膚座標形が埋め込まれている外部空間座標を区別することができます。 身体像とは脳の中に再構成された空間座標形にマップされた後さらに空間座標形で表現された身体像の上にマップされるはずです触覚が成立するのは皮膚座標というよりもむしろその後の空間座標形なのですこの考えを支持する研究が数多く報告されていますその一つがラバーバンドイリュージョンです ラバーハンドイリュージョンの実験は参加者の手をついたてで隠して参加者の前にはゴムでできたての模型を置きます。実験者は参加者の手とラバーバンドの対応する位置を同時に繰り返しリズミカルに触ります。すると参加者はいつの間にか隠されている自分の本当の手の位置ではなくてラバーバンドの触られたところで触覚が生じるように感じるといいます。 ボビニックとコーエンは、この現象を、ラバーハンズ・フィール・タッチ・ザット・アイズ・シーというタイトルでネイチャー誌に発表しました。その後、ラバーハンド・イリュージョンという名前で呼ばれるようになったのでした。アルメルとラマ・チャンドランはラバーバンドすら必要がなく、手と同時に触れた机の上にも触覚にも触覚が生じると報告しています。 最近ではマネキンの頭部に取り付けたカメラの映像をヘッドマウントディスプレイに表示してマネキンの視界を経験しながらそのマネキンと握手するというバリエーションが報告されていますするとマネキンのカメラが捉えた自分の手が相手の手のように感じられ握手の感覚はマネキンの手に生じたりします エアーズ・ソンラはラバーハンド・イリュージョン世紀前後の脳の活動を FMRI で測定しています。ラバーハンド・イリュージョンの世紀後にその手と反対側の前運動皮質、頭頂慣行、小脳で血流量の増加が見られることを報告しています。またラバーバンド・イリュージョンが生じるともともとの自分の手の温度が下がったり、 本来ののの自分の手の位置がわからなくなくったりすするようです通常意識に上がらない自律神経系の血流支配も実は空間座標系で表現された身体造形油で行われているということを示唆する結果です脳は無意識のレベルでも空間座標系を通じて自分の体を管理しているようです BBC のラバーハンドイリュージョン映像を見てみましょう 存在しない体から食感覚が生じる原子と呼ばれる症例があります原子は切断して失ったはずの体の部位があたかも存在するように知覚される現象でその原子から痛みを感じる症例を原子痛と呼ばれます原子痛は四肢切断患者の約4割が経験するそうですラマチャンドランチョの脳の中の幽霊にて取り上げられていますが 腕の切断手術を受けた参加者が胸と直行して置かれた鏡に自分の無傷の腕を映して観察し無傷の腕を動かすと原子の鮮明な運動感覚が現れましたラマチャンドランは左手を失った原子痛の患者に対してミラーセラピーと呼ばれる心理療法を行っています鏡に映った無傷の右手を鏡の中で原子に重なるよう配置し 原子がある左手を自由に動かすことができると感じさせると原子数が軽減しました鏡を覗いて無傷の手を開くことで5人中4人が痛みから解放されたと報告しています視覚映像が原子に及ぼす効果は脳の潜在的な可塑性再構築を示すものであるとラマチャンドランたちは考えたのでした